皆さんこんにちは、始まります。今回来た場所は岡山県真庭市の勝山ですね。もともと城下町として栄えてのれんの町として知られているこの勝山なんですけども、今回行くお店がこちらになりますね。それでは始まります。というわけで今日はね、勝山に来ております。今ちょうどね、勝山駅、中国勝山というね駅に来てるんですけども、この近くにね昔ながらの店があるということで、ちょっと今日はそちらの方にお邪魔しようかなと思うんですけども、もうここからね徒歩1分2分ぐらいの距離にあります。抜けまして右に曲がります。今日のお店はこちらになります。これがいい雰囲気の場所です。ちょっとお邪魔しようかなと思います。早速富士食堂さんにお邪魔させていただきます。いざ入店です。店内風景がこんな感じで、どことなく懐かしい感じが漂っておりますね。しっかり感染症対策もしてます。メニューがこちらになるんですけども、今回はどうしようかなと思いながら、オムライスと、中華そばを注文させていただきました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。待つこと5分、中華そばやってまいりましたね。こんな感じでございます。普通のね昔ながらの、中華そばといった感じで、見た目完全にあっさりな、感じでございます。非常に楽しみですね。それでは中華そばいただきます。というわけで、味なんですけども非常にあっさりした感じでね、期待を裏切らないような、昔ながらの、中華そばといった形で、そんなしつこくないで、やはりもう一品ぐらいいけるんじゃないかっていう、感じですね。はい、というわけでそう言っていたらオムライスがやってまいりました。オムライス、いや非常に楽しみですね。やはり老舗のオムライスということで期待値がね上がっちゃいますよね。こちらでございます。中身がね、こんな感じでしっとり、外側ふわっとした感じで、いただきます。でこれ本当に昔ながらのオムライスという形で、中のね鶏肉というかチキンがね、チキンが結構ね大きめなんですよね。だから結構食べ応えがあるかなという感じなのと、味も昔ながらというか、ね、元祖というような感じがしました。ぜひね皆さんも食べてほしいなというような感じですね。
り完食させていただきました。はい、というわけでご視聴お疲れ様でした。今回は岡山県真庭市勝山にあります富士食堂さんにお邪魔させていただいたわけですけども、この勝山、城下町として知られ、のれんのね、町とも知られております。というわけで、このね、城下町というわけで、かなりのね、老舗が並ぶわけで、こちらのね、富士食堂さんも老舗の一つに入るわけなんですけども、創業が、まあ、定かではないんですけども、昭和20年代頃にはできたということをね、店員さんはおっしゃってたんですけども、まあ、そう考えると創業がもう70年以上かな、あるということで、今回ね、この富士食堂さんにお邪魔させていただいたわけなんですけども、まあ本当にこの入ってね、すごいなんか昔ながらの昭和的な、ね、懐かしいというか、そういう雰囲気をね、感じましたね。で、まあ、メニューとかもね、本当に500円、400円、300円とか、もうなんかワンコインというか、まあそれぐらいあっても全然食べれるような、コスパの良さかなと思います。で、まあ、今回、中華そばとオムライスを注文したんですけども、まあ、オムライスもね、やっぱ昔ながらの感じで、その中のね、チキンライスの中のチキンライスのチキンが結構大きめだったりとか、まあ、そこの、ね、食堂のスタイルが出てるなという感じで、あと中華そばもねあっさりしてて食べやすいかなという感じで、ね、結構いろいろその方がねなんか食べたいものとかいろいろあったんですけども、まあ、今回はね2品だけというかもうかなりお腹いっぱいになりましたね。はい、まあ、比較的ねその勝山駅ですかね、中国勝山駅からもすぐなんで行きやすいのと、あとはそのこの町並み保存地区の観光的な感じで、歩いた後にここに行ってみるのもいいのかなって思いますね。ぜひ興味ある方は行ってみてください。というわけでね、こちら営業時間が11時からということなんですけども、このクローズがね何時かちょっと定かったじゃなかったんですけど、僕が行った時は6時半と言ってたんで、まあ、詳しくはね、電話していただいたらなと思います。というわけで、ありがとうございました。失礼いたします。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったら、グッドボタン。悪いと思っても、グッドボタン。チャンネル登録もよろしく。